今回は、絶対に殺したかったやつ。絶対に殺したかったやつ。はい。もう、おなじみですね。ラワイム。この動画シリーズでは多分、なんだっけ、グナソールに続いて出てきたワーデンかな。どっか行っちゃったけど。でも今回はあいつを倒す。なんだってね。で、今回の作戦なんだけど、作戦ってこともないんだけど、まあ普通にドードレックスで殴り殺します。で、ただ、今回はね、ちょっと、ドラゴン連れてきてます。はい。まあね、ドラゴンで敗北したので、私、やつに、唯一、負けたと認めているワーデンですよ、やつは。やつはね、唯一俺が負けたとみなしたワーデン。もう本当に、勘弁して、このスタック。なので、まあ今回はね、ちゃんとその負けた当時のね、まあドラゴンを連れてくるということで、まあ、その、このドラゴンは、その負けたドラゴンの赤ちゃんだけど、赤ちゃんって子供だけどさ、同一人物ではないんだけど、同一ドラゴンではないんだけれども、でもそれでもまあいいでしょう。はい。というわけで、じゃあ、早速やっていきましょう。ね、ドードレックスたちもやる気に満ち溢れているということで。で、ラワイム、かなりきつい出血効果と麻酔効果を持ってるってことが判明してるので、まあ、どうなるかはわかんない。今までのドードレックスにもね、ちょっと2匹ぐらい増やしてます。よし、行きましょう。来たぞ。来たぞ。来てねえんだけど。え、来ねえんだけど。そうです。あ、来ねえんだけど。来ないんだけど。あ、来た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 。ラワイム。え、戦ってるわ。え、みんな戦ってる？あ、戦ってるわ。あ、大丈夫大丈夫。戦ってる戦ってる。おら、見ろ、このきつい出血効果。え、ちょっと待って。え、みんななんか攻撃してなくない？え、なんか攻撃してなくない？みんな。大丈夫これ。あー、出た。ラワイム、なんか炎吐いた。あ、倒した。え、倒した。あ、倒したわ。あ、マジで？全然見てなかった、俺。今まで以上に全然見てなかった。あ、ラワイム倒したわ。あ、これだ、ラワイムのエッセンス。いや、めっちゃ綺麗。すげえ綺麗なんだけど、ラワイムエッセンス。で、なんかとてつもない量のガソリン手に入ってんだけど、何これ。あ、これか。あ、え、なんか工業製品系多いね。ほら、ポリマーとか、金属インゴットとか、電子基板とか。あ、よかった、勝てたわ。今気づいたかな、これ。ほら、傷口結構溜まってるでしょ。今、ラワイムのブレス1発食らっただけで半分以上増えたのよ、傷口が。危なかった。2発食らってたら終わってたわ、今。結構今、楽勝に見えて、実は結構危ない状況だったんじゃない？ちょっと待って、今。え、なんていうかさ、みんな攻撃しなかったよね、なかなか。なんでだろう。あ、ほら、ドードレックスもほら、溜まってるわ、ほら。ほら、溜まってる、溜まってる。あ、多分この子はラワイム食ったな。ほら、めちゃめちゃ溜まってるじゃん。体力もだいぶ減らされてたっぽいね。なんか半分くらいいってたんじゃない？傷口も体力も。実は意外と危ない状況だった説。濃厚だぞ、これ。よかった。いや、多分なんかね、ちょっとね、攻撃？総攻撃を始めるタイミングがなんか遅かったから、多分なんかミスってたら、もしかしたら全滅してたかもしれん。今の危なかったわ。まあいいや、とりあえず帰りますか。うん。大丈夫だね。誰もいないよね。よし。とりあえず帰りましょう。あ、ちなみに、今回、これ、クライオポット使ってきたので、スキン剥がれてます。はい。スキン剥がれてます。いつもなんか結構カラフルにしてたけど、今回はちょっと、まあ、入れてる場合がなかったので。はい。はい、というわけで戻ってきました。じゃあ早速戦利品を見ていきましょう。ちなみに金属インゴットとか、あそこら辺の、まあ、いわゆるバニラの希少資源はもう片付け済みです。結構重たいんでね。で、まあ、いつものね、3種の神器。3種の神器がもう信号機？信号機じゃん、これ。もうほぼ信号機みたいな矢が揃って、あ、黄色ねえわ。まあ、いいや。で、これエッセンスオブラワイムだね。さっきも言ったけど、綺麗だよね、これ。ほら、このラワイム。このマテルリアとか書いてあるけど、めちゃめちゃ綺麗じゃん。やっぱ、あれ、紫と思ってたんだけど、これ藍色なのね、どっちかっていうと。で、これか、レジェンダリーワーデンチェストピース。まあ、これは変わらずと。変わらずの毛皮。やっぱこっちの方がいいな、俺は。で、これだね。実はね、地味にたの一番楽しみにしてたかもしんない、これ。ワーデンのスキン、ラワイムのスキンだね。うちにはこれ、ギガノトサウルスがもうね、何匹もいますゆえ、かなり楽しみにしてたんだけどさ、一番ちょっと楽しみにしてんの、やっぱ、これですよ。あ、ちょっと見えねえわ。見えないけど、ほれ。この子。アルファギガノトサウルス。この子に着せてみたいでしょ。みんな。ちょっとこの子に着せてみたいじゃん、やっぱ。これをちょっと楽しみにしてたんだよね。
で、あとはこれだね、暴食のアーティファクト。まあ、ラグナロクで海底に沈んでるやつだね。これ本当に使うんかな？ちなみにさ、思ったんだけどさ、このアーティファクトやっぱり対応してんのかね、ワーデンに。まあ、ギガノトといえばなんか飯めっちゃ食ってるイメージだけど、やっぱそれのイメージで暴食っていう、そういうことなのかなってちょっと思っちゃったんだけど。関係あるのかないのかわかんねえ。もう一匹なんか一回倒したワーデン倒せば、わかるかもしんないけど。まあ、もう一匹倒す機会に恵まれるかどうかっていうのもあるけどね。じゃ、とりあえずここら辺のものは片付けて、じゃあちょっと、ラワイムスキン見ていきましょうや。ラワイムスキン。あ、ちなみにさ、やっぱりなんだけどさ、これ、防熱じゃねえよ、防寒 31.4 ってなってるでしょ。でもこっちの怪我装備はこれ、179.1 だから、まあ本当に見た目だけだね。本当に。怪我装備の見た目してるってだけで、怪我装備としての効果はないね、やっぱ。じゃあ、ちょっとこのギガノト君にラワイムのスキンつけていきますか。ハバチャテで出られないので、今ちょっと これで出しますわ。よし、行け。そこで止まれないよ。なんだかんだ、なんか久しぶりにギガノト乗るな。さて、じゃあつけていきましょう。ちょっと、お前、空腹。ほれ。さて、つけていきましょう。ほい。ああ、いいね！いいね！かっけえ！あ、やっぱいい色してるな、ラワイム。ラワイムのスキン、やっぱいい色してるな、これさ。牙見て、これ。真っ黒だよ。お歯黒塗ったみたいな感じになってる。かっこいいじゃん！まあ、さすがに、ボイス変わったりはしないか。さすがに。綺麗だな、やっぱり。これ。めっちゃ綺麗やん。こうやって走ってみると。でも、ただ、やっぱ目が残念だね。こう、光ってないのが。目が光ってない。やっぱ残念だね。ちょっと黒く塗りつぶされちゃってるわ。目が。多分もうちょっとアップできればかなり黒い部分が浮き出ると思うんだけど、これだとちょっと寄れないな。まあ当然だけど、ただのスキンなんで、まあ性能は結局変わんないです。いやー、おかしいな。わ、火力なって思っちゃういや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 、感覚が狂ってる。感覚が狂ってんだよ。狂ってんだけどさ、なぜだ。火力低くって思ってしまった俺。火力が低い。あれ、おかしいな。いや、ギガノトは、いや、ギガノト、いや、火力、ちょっと火力が低すぎて頭が混乱しているようですが。いやー、でも、やっぱいいね、これ。そう、一番楽しみにしたらスキンといっても過言ではないかね、これ。このラワイムスキン。ワーデンの色、全部これだったらいいのに。ワーデンの色。あ、でもなんか、やっぱ、太陽の光をちょっと浴びてみると、やっぱ紫色だね、なんか。藍色っぽく見えてた気がしなくもないけど、うん。やっぱ太陽の光が当たると紫色になるな。で、ちょっと影のところに行くと、少し藍色っぽいというか。うん。そうだね、やっぱ少し藍色っぽく、藍色と紫の中間みたいな、そんな感じかなといったところ。よし、じゃあちょっと、次のメインディッシュじゃないけど、アルファギガロトにつけていきましょうや。アルファギガロト。めちゃめちゃかっこいいよ、絶対。目が光るんだよ、だって。ちゃんと目光るからね。あ、ちょっと待った。あ、そっか。アルファギガロとサドルねえんじゃん。サドルがねえ、そういえば。そっか。ちょっと、どうしようか。いや、今ちょっとクリエイティブは使えないな。クリエイティブは使えないな。まあ、ただ、つけられるかどうかちょっと確認しましょう。あ、やばい。そろそろもう、食料値が。そう、アルファギガノとね、ご飯食べれないんですよ。なんか知らんけど。他のモッドで上書きしたりすると食えるみたいなんだけど。ちょっと待って。ここじゃよく見えねえわ。いや、ちょっと待った。ごめん。やっぱ、やろっか。せっかくだし。で、絶対、あれだけは見ない。絶対、あの素材だけは見ない。セレスティアルをテーブするときに使うであろう、あれだけは絶対見ない。じゃあ今出しましたので、でこれはまあ前と同じような感じで用が終わったら捨てます。はい。やっべー、最高最高。やっぱアルファ紙につけるのが一番いいわ。ワーデンとはさ、目の光り方が違うってのがいいよね。ワーデンこれ真っ白じゃん。チャンピオン紙みたいに目が真っ白に光るやん。ちゃんとこうやってアルファ紙の光り方をするっていう、これがなんかさ、逆にわ、なんかラワイムが仲間になった感出ない、これ。こっちの方が。そう。だから白い光をさ、無理やりなんかアルファの赤とかオレンジ の目で、こう何、塗りつぶしたことによって、逆にワーデンを支配したみたいな感じになる。あと、シルクハットも取っ払ってな、これ。
ええやん、めちゃめちゃかっこいいやんこれ。いやいいね。でアルファギガノとはちゃんとラワイムと声が一緒だから、うん、ラワイムと声が一緒なんですよアルファギガノとは。ねこれちゃんとね、ええやん、素晴らしい、めちゃめちゃいいんだけど。ついでだからレベルを振っとくか。ただね、アルファギガノとのちょっと秘匿された真実なんだけど、まあ火力がね、ああ火力が、ああおかしいな、アルファ種だぞ。はい、というわけで今回は3匹目山のワーデン、ラワイムを討伐できました。いやー結構ね怖かったんだよねラワイムは。まあ出血攻撃が他のワーデンに比べてえげつないっていうのと、見切れちゃう、まあ、出血攻撃が他のワーデンに比べてえげつないっていうのと、あとこれドラゴンでこの間挑んだ時にな、あの昏睡値をめちゃめちゃ上昇させるみたいなのが分かってたから、ちょっと怖かったんよラワイムに関しては。もしかしたら堂々レックス 2,3 匹持ってかれるかなっていう風に危惧してたんだけど、なんとかなったね、うん。まあ、ただ、まあ、体力超回復してたから若干分かりづらかったけど、おそらく半分以上は削られてたと思う。一応ドラゴンもね半分削られてたからね。ま、何はともあれ今回はね無事ラワイム3種類目討伐できたんで、今回はこれでよしといたしましょう。じゃあ次回またワーデン種の討伐でお会いしましょう。というわけでお疲れ様でした。あそうだごめん、お疲れ様でしたじゃねえよ。じゃあこれね、このギガノトのサドルはもうおしまい、このアルファ種のギガノトのサドルはおしまい、これはクリエイティブモードで出したからね。というわけでこれをポイッと捨ててと、はいはい、オッケー。ではこれでお疲れ様でしたということで。